はい、どうもグリズンです。それでは今回もシェンム3の方をやっていきたいと思います。早速行きましょう。奥の方にね、レンがいますね。レン。おい、この部屋やべえ感じだぜ。何？気抜くな、行くぜ。やべえ感じっすか。何が待ってるんでしょうかね。おい、今度はだいぶ色っぺえ女だぜ。そんなに覗きが好きか。お前か、シェンファをさらったのは。ずいぶん雰囲気が変わりましたね、あの人。鏡は持ってきたか。シェンファはどこだ。リョウ、鏡を渡せ。さもなくば。鏡なら鏡だ。おい、これが法王教か。シェンファを離せ。大丈夫か、シェンファ。私は大丈夫。でも。シェンファ、隣の部屋に戻っていてくれ。そこにエンさんがいる。父は？エンさんは無事だ。さあ、早く。うん。ランテイ様がお待ちだ。ランテイ？まあ、古城にたどり着けたらの話だが。あの城に乱邸が。なんかいっぱい人が立ってたけど、まさかあれ全部やっつけろってことかな。そっぽいですね。え？ああ。めっちゃ弱いけど、まあそういう演出っていうか、たくさんやっつけて。全然仕掛けてこないですね。何の音？フォーフォーってなんか変な音してたけど。
レンは戻っている暇はない。いやそうなんだけど、レンはどこに。頑張って戦ってますね。これずっと何続けるの？どっこいえ。とか中にいるやつはこの光景見れてないのかな。まあ他の場所でもね、仲間が頑張ってるということでね。まあまたいますね。今度は多分ちょっとは強くなってるのかな。レンが言いましたね。あ、ちょっと強くなってますね。した方がいいか。手を倒しに行くだけだって書いてありますね。さあ行きましょう。ちょっと弱すぎないか敵。一応みんなも向かってきてるんですね。誰かいますね。乱邸ではなさそうな。おお、綺麗。あいつか。またてめえか、物好きな野郎だぜ。
し、今度こそね倒しましょう。電話見てるだけ。多分あの技を繰り出すのかな。あーやばい、そもうあれなのかと思った、あの技を繰り出すのかと思ったから方向機を構えてたんだけど、ついに倒しましたね。ちょ、回復した方がいいか。回復薬もそんなにあるわけじゃないんですよね。全部使うか。でどんどん上に上がっていく感じ。なんかブルース・リーの映画を思い出すな。ここでも戦うのか。大丈夫かな。なんかすごいいろんな国の方々が参加されてますね。ついに蘭亭と会えるんでしょうか。鍵がかかってやがる。どうする。決まってんだろ。おい、もったもったすんじゃねえよ。よし行くぜ、せーの。あー待って。おい、何やってんだよ。掛け声に合わせて蹴るんだよ。ったく、どんくさいやつだな。よし、行くぜ。せーの。おい、何やってんだよ。掛け声に合わせて蹴るんだよ。ったく、どんくさいやつだな。何？こうタイミングよく押さないといけないのか。よし行くぜ。せーの。おい、何やってんだよ。よくわからない。掛け声に合わせて蹴るんだよ。ったく、どんくさいやつだな。よし行くぜ。
せーの。せーのでしょ。何やってんだよ。掛け声に合わせて蹴るんだよ。たく、どんくさいやつだな。早いのか。よし、行くぜ。せーの。ああ、そういうことか。戻ってきたところを押すのか。わあ、なんか強そうなのが。お、ランテ。ランテいましたね。次は俺の番だ。なんか強そうじゃない、なんか。なんかすごいブルースリーっぽい。弱っ。ま、ざっとこんなもんだ。あとはよろしくな。お前な。しまった。近くね。オッケー。え？嘘でしょ。最初から勘弁してよ。次は俺の番だ。ま、ざっとこんなもんだ。あとはよろしくな。お前な。もっとだ、容赦するな。え？ランテとかもういるのに。ランテもバカなやつ。あれ、裏切ったのか。これで自由門も私のもの。ランテーもろとも焼き尽くしてくれる。本能寺の変みたいなな。ランテー裏切られた。ほう、少しは腕を上げたようだな。ランテー戦え。親父の敵を撃ってやる。
これは普通に戦うのかな。あ、普通に戦うみたいですね。この程度か。全然当たりはしない。全部ガードされてる。この程度か。結構減るな。どの、なんかタイミングがあるのかな。なんだ。そんなに死にたいか。ならばお前の父親のもとに送ってやる。おい、てめえの欲しいもんはこれだろ。そいつを離したらくれてやる。ほらよ。くそ、死んじまったら元も子もねえだろ。ずらかるぜ。なんて、あれ、ここで終わるかなと思ったんだけど。てかランテ全然逃げようとしないですけど、あれまだ終わらない感じですかね。これいや、もしかしたらここで終わるのか、このゲーム続くみたいな。結局また乱邸に逃げられちゃう的な。どうなっちゃうんでしょうか。あれ、なんかロードの画面が変わりましたね。シェンファーのお父さんになった。
これは超孫明。知っているんですか。隣の男は俺の親父です。俺の親父は乱帝に殺された。乱帝。乱帝が突然道場に現れ竜鏡を奪い親父を殺した。竜鏡。あの竜鏡が乱帝に。エンさんの採掘場で見たレリーフと同じ模様の鏡でした。我が一族が作った鏡のためにそんなことが。何か知ってることがあったら教えてください。竜鏡と鳳凰鏡、2枚の鏡はかつて断崖の寺に封印された。しかし鏡を狙う者が現れた。それが私有門。鏡が悪の手に渡る前に趙孫明は寺から鏡を持ち出そうと考えた。君の父親の横に写っている男だ。鏡は趙の手に委ねられた。それから数年、その趙は非業の死を遂げた。そして残された趙の一子劉孫は私有門に育てられたと聞く。劉孫。趙劉孫。それが乱帝だ。趙が訪れた断崖の寺。巻物にあった寺か。今は私有門の手に落ちたと聞いている。乱帝はそこに。おそらく鏡と共に。なるほど。じゃあこれからそこに向かう感じですかね。すごいな、この道。お宝の匂いがプンプンしてきたぜ。お宝は俺が全ていただく。若者、姫七から未だ知らず、かの実を滅ぼすこともかの願い叶えしことも。乱帝待ってろ。親父の仇は必ず俺が取る。これはどうなん。やっぱり そうなっちゃう。クリアデータをセーブしますか。以下の状態を引き継いで、アイテム、まあ今まで貯めたお金とかね、寄付だとか、あと技だったりレベルは引き継がれるということですね。ここで終わっちゃうのか。もう完結すると思ったのに飛ばしますか。これはこんな終わり方なのなんかめっちゃすっきりしないね。そうか。
なんかあっけなかった感じですね。じゃあシェンムー4がこれから発売されるのかな、また何年か待たないといけませんね。まあ、これでね、シェンムー3終わりですが、どうだったでしょうか。まあ、僕的には、まあ、こういうねカンフーをメインにしたねゲームっていうのは、まあ、あんまりないので、まあ、そこ、楽しめましたけど、ちょっとね移動が面倒だったり、したかな。まあファーストトラベル的な、あの他の場所にね飛んだりとかできたらもっと良かったかなと思うし、あと、お使い的なねあのミッションが多かったかなと思って、もうあっちこっち行かなきゃいけないっていうね。はい、まあそうですね。まあでも、ストーリー的にはまあよくできてるんじゃないかなと、ワンツースリーとね全部、振り返ってみるとね、まあシェンム4がもしこれからね、発売されるんであればまた、実況をしようかなと思います。とりあえず、シェンム3ねこれで、終わりにしたいと思います。最後までね見ていただいてありがとうございました。また違う動画でお会いしましょう。バイバイ。